ミート率のところをフォーカスして、でしっかりとその芯に近いところに当てようということで意識して振ってたと、はい、いうことになりますね、はい、でもそれがね飛ばない理由なんですよ。あ、そうなんですか。はい、タスクゴルフいつもご覧いただきましてありがとうございます。今日もですねゴルフサイエンスについてお届けできたらいいと思っております。はい、はい、さん、はい、今日もですね、はい、視聴者さんからの質問に答えていきたいんですけど、はい、はい、お願いします。飛距離250ヤードを飛ばしたいと、はい、250ヤード、はい、でも60代なんですって。あ、なるほど、はい、はい、60代なんですけれどもと、はい、いうことでいただいております。なるほど、わかりました。はい、チャンネル登録お願いします。で早速なんですけど、はい、あの250ヤードがどんなもんかっていうのをちょっとやっぱり見ることって大事じゃないですか、はい、のでちょっとタスクさんにちょっと1本打ってもらいたいなと思って、ちょうど今回ご質問の方に60代という、はい、まあ、僕は50代なんですけど、まあ、あのそんな変わりませんので、まあ、正直あの250ヤードを60代でというのはですね全然難しくないと思います。あ、そうなんですか。はい、実はあのゴルフクラブの流れをですね作って割とその正しいタイミングで、シャフトをしならせられて、そしてまあまあゴルフクラブの設計コンセプト通りある程度グリップエネルギー与えられれば、実はクラブっていうのは結構勝手に機能してくれるっていうことなんですね。なので、あとはですねもうやる気ないようにていただければっていう言い方するとちょっとあの語弊があるかもしれませんけど、実際そんな感じなんですよ。なのでまあでも僕が振るの見せてください。わかりました、はい、じゃあちょっと今振ってみますね。はい、ではですね、まあ、あの仮にですねめちゃめちゃやる気なくっていうかもうラフにですね、もうクラブをもうどんな形のかこんな感じですね、こんな感じで操作して、打ってるんですね。もうめちゃめちゃ楽です。まあ、こんな感じでも、おお、おぴったり。そうね、250っていうことで、まあちょうど250って言ったでしょ。キャリアが30でしょ。だからまあこんな感じで全然いいわけですよ。ああ、トスクさん。はい。250もうぴったりみたいな感じでしたけど、確かにあんなになんか緩い感じで、はい、まあ締まりは正直すごいなと思いました。パシンと、はいはい、あんな緩い感じでいくんだって。なるほどなるほど。今いい感じの表現されてましたけど、もう締まりはっていうのは実際の P6 から P8 までのここの部分はすごいしっかりと振る感じはあるんですよ。ただそこまでのプロセスってかなりいい加減です。わざとそんな感じに振ったんですけど、もう本当にただ引っ張り上げて引っ張り下ろしてるだけなんですけど、あと何も考えずに振ってる感じですね。だからまあ細かく見るとですねいろんなことを起こしてるかもしれないですけど、別にあえてラフに振れば250ぐらいはまあ打ててしまうと。これは別に僕だからというわけじゃなくて、もうほとんど皆さん、そうだと思います。この P ごめんなさい6から8でしたっけ。はい、 P6から8のこのデリバリーゾーンのところだけはですね、ちょっとやっぱりそういう風に慣れちゃってるんでしっかりとこうリリースするような感じはどうしても出ちゃうんですね。で それはもちろんそういう風にクラブ扱いとしてはしてますけど、正直言ってテイクバックからダウンにかけてはめちゃめちゃいい加減です、今のなんか。そうなんですよ。でこれって要するにクラブが仕事をしてる姿ですよね。クラブのグリップにエネルギーを正しい順番である程度与えさえすればですね、そんなにもう精緻にクラブコントロールしなくてもですね、こうバンとこうクラブが出てくるってことですね。さらに今日使ってるクラブは今実は開発中のゴルフクラブなんですけど、まあこれも僕に合わせてですね自動的にクラブが戻ってくるような形のものに今仕上げているので、もう何 の心配もなく目つぶって振ってるっていう感じがこれ正直なところですね、はい。ああ、そうなんですね、はい。なるほど、はい。でもちょっとこう思うのは、じゃあこうまあ60歳の方が来て飛ばないですと、うん、これまず何を抑えたらっていうのがありますか。
まずじゃあそうしたら、ま、飛ぶ飛ばないっていうのはどういうことなのかっていうことをじゃあ逆に僕の方から、はい、リクエストなんですけど、はい、小林君に振ってもらいます。なるほど。いいですか。そうきましたか。今日準備してないでしょ。ね、いやこういう時にちゃんと振ってもらいます。いやなるほど。もうあの前回出てきてもらったのでもうバンバン出てきてもらうということで。わかりました。ちょっと振っていただきます。じゃちょっと飛距離アップのコツを、はい、ぜひ教えてください。わ、はい、かりました。まあドライバーの飛距離これはまあヘッドスピードかけるミート率という話は昔したと思いますけれども、そのミート率の部分でこの、まあ、ヘッドのところどこに当てるのが一番いいって、これはもうちゃんと覚えてますよ。はい、はい、どこですか？もう真ん中じゃなくて、はいはい、ちょっとこう遠寄りの上側。そうですね、この辺激震と言います。激震。まずここに当てていただくということ。まああの、それよりもまあこのとにかくセンターのあたりにできるだけ、当てられてるんですね。このたまたまこの激震に当たればもっとぶっ飛ぶということだと思いますけども、まあ、そこに、当てるということをフォーカスしていただくということが飛距離に直結するということは分かりますよね、はい、なのでちょっとそこに注目してできるだけこの塔のこの上側ですね、この激震に近いところに当てていただくということをフォーカスしてちょっと振っていただきます。あ、はい、どうぞ。じゃあね、小林君、ですね、その激震の部分、まあ、少なくとも、激震とは言わないけど、そのできるだけ、クラブのスイートスポットに近いところで当てるということを強烈に意識して、はい、でその代わり振ってください。わかりました。はい、 OK。 あードローしてるね。はい、なんか16ヤードくらいですかね。 216.4 ヤードキャリー206ヤードということじゃないですか。はい、今あの結構いい感じで、まあまあちょっと上だけど、はい、まあ、センターに近いところに当たってるし、ドローボールで、割といいあのショットでしたね。それ飛距離が216ヤードキャリーで206ヤードということですけど、感想どうですか？いやー、触れてないっていうのもそうですけど、まあなんか芯を食った感じはやっぱりなかったですね。なんかパワーが逃げた感じというか、うんうん、そんな感じでした。オッケー。じゃあもっと正確に当ててみましょう。わかりました。ミート率。はい。コツってあります。はいはい。このスイートスポットの当てる。いや、それはもうめちゃめちゃあの聖地に自分で当てていかなきゃいけないですよ。要するにその自分との距離の取り方とか、はい、あともうめちゃめちゃそこを意識して、当てていくと。なるほど。自分の感性に信じて。そこなんですね。やってください。わかります。はい。まあこれは右だけど当たりはそんなに悪くない。右ですね。はい、そうですね。はい、ということですね。方法、まあ215から220ヤードっていう感じ、まあ左右のブレはあるけれども、そんな感じですよね。自分としては一生懸命、はい、当ててったってことじゃないですか。そうですね、頑張ってるつもり。やっぱりそのスイングスピードかけるミート率ということで、ミート率のところをフォーカスして、でしっかりとその芯に近いところに当てようということで意識して振ってたと、はい、いうことになりますね、はい、でもそれがね飛ばない理由なんですよ。あ、そうなんですか。何やらしてるんですか。あれ、これ基本的にねみんなそうなんですよ。お、基本あのプレイヤーはね、このゴルフクラブの、はい、ヘッドを当てようとか、そのもう面を意識してボールにコンタクトさせようとか、それを聖地にコントロールしようとすればするほど結局クラブは動かなくなっちゃうってことなんですよ。やっぱりクラブはエネルギーなんですよ。クラブエネルギーが阻害されちゃうってことですね。なんで実際僕はあの一番最初のスイングでもうめちゃめちゃ適当です。もうどっちにあのフローとかね、どこに当ててやろうとか一切ないです。でも結局はこうこのようにアドレス取るじゃないですか、はい、でアドレス取った途端にここにしっかりとヘッドを降りてくるのは、これはクラブエネルギーがきちんと与えられれば降りてくることになるわけです。なるほど。なので自分でこのボールのにうまく当てようと思わなくて全然いいってことなんです。うーん、はい、だこれがねちょっとちょっと難しいところですね。なので一応実験としてもうめちゃめちゃフリーに
やる気ない感じで。やる気ない感じですか。はい。もう、面なんかどこ当たってもいいという感じで、振っていただきます。わかりました。はい、なるほど。はい。やる気ない感じで、おおらかに言ってください。そうね。これで240近くいってますね。はい。まあミートするともそんな悪いところではないという感じじゃないですか。うん、はい、ということでですね、無茶振りしてすいませんでした。まあただ一生懸命、ヘッドのここに当てようと思って自分でコントロールしているような状況よりは。もう何も考えないで振っちゃった方が、でもそれで、まあ、インドアでこちらでしかも全然準備なく、はい、まあ、それで20ヤード伸びてるわけじゃないですか。でもっと振れる気はするでしょう。ああ、そうですね。もう軽く打っただけで、そんなに行くなら、ね、だから、まあ、小林くんみたいな割と中上級者のプレイヤーの方は基本的にはもうボールにセットした段階でボールに当てることは基本的にもできるわけなんですよね、うん、であれば振ってくださいよって話なんですよ、うん、でその中で振っていくときにそのクラブエネルギーをちゃんと与えていけばヘッドは勝手にボールに向かっていくっていうことで、まあ、僕の目線から見ても、まあ、小林君は、まあ、いろんな雑味はあるとはいえですね、そのエネルギー自体は大きく変なことにはなってないんですね。であればもうこの辺プランプランでいいからもうその振っていってほしいっていうことなんですよ。それで、スイングのアークが大きくなって、ヘッドスピードが出ていくと、若干ミート率は落ちる可能性あるけれども、やはり、そちらの方が、まあ、ボールが飛んでいくということになるわけですね。はい、なるほど。はい、で、まあ、こういう、まあ、振るってことを、まあ、基本線にした上で、まあ、一つ、まあ、やっていただくとしたらですね、まあ、そのスイングのアークを作るときにですね、はい、で基本的には新しいエネルギーを与えていっていただきたいんですけれども、この飛距離を伸ばしていくってことを考えるとですね、まあ、基本こちらの方から、まあ、先ほどやる気ない感じでこう入ってくださいというふうに言ったんですけども、はい、それでも小林君の場合は基本 中上級者なので、これは中上級者 まあ、例えば50代60代70代の方も一緒です。このスイングのアークがですね、基本こういう円のアークが取れているのがあれば、例えばじゃあドライバーで飛距離を得たいとした場合にですね、やはりこの飛球線の方にどういうボールのフライトを作るかということを考えていただいて、まあ、基本ドローボールが飛ぶわけですよね、カットボールよりは。ということはですね、ドローボールのイメージを持ってそのドローボールを打つためには当然こっからこういうアークではないですよね。当然この辺のスタートポイントからこうやってアークを、まあ、アークっていうのはそのスイングの弧ですねを作っていって、その結果のボールフライトがドローになるという感じを、まあ、想像していただくと、そういう中でですねボールをセットして、あとは自由に振っていくと。でこの時にですね、まあ、以前お伝えしたかもしれませんけど、この、まあ、ここに例えばテーブルあるとしたら、右手についてはテーブルの上をですね、こう拭いていく。まあ、ワイピングですね。ワイピング。その左については、ドライビングのような形のですね、動きをしていただいて、このボールのフライトを、このアークで作っていくということをしていただくということによって、まあ、ミート率はですね、正確にはコントロールできない可能性ありますけども、少なくとも、スイングのプレーンは比較的いいプレーンが計算されるということ で何よりもこのヘッドですね、ボールに当ててやろうという意識が結局のところこの辺の、アームのですね、あたり、このようにガチガチに固めてしまって、このまっすぐ当てようという意識がですね、最終的にはこのグリップエネルギーをに対してノイズを与えていく、要するに押し動作が発生するということですね。このヘッドを正地にボールに当てようとするとですね、やはりどうしてもグリップをしていくということになりますので、アークを作っていくという意識の中でグリップを引っ張り続けていくということが達成されるということです。なので、小林君もですね、まあ、僕はですね、この激震にしっかり当てなさいと
きちんと間合いを取って、ボールと間合いを取って、ここにボールをコンタクトさせることに集中して、しっかり振ってくださいというとですね、やはり基本この面の意識が強くなりすぎて押し動作で入ってくるということになってくると、クラブは加速しないということになるんですね。でそれを、一応ですね、まあやる気ない感じで、飲み屋に行った感じでこんななってやっていく中では引っ張っていけるということですね。引っ張っていく中もでもですね、まあその小林君の場合はやっぱり中上級者でいらっしゃるから、やっぱ飛ばそうと思うとやっぱドローボールのようなイメージを持たれてるから、こう大きな枠を作って引っ張っていってるということですね。もちろんいろんなまあいろんなそのノイズもですね、エネルギーが入っていくものの、やはり主体のエネルギーが引っ張るエネルギーになっていくということによって、まあ急に振ってもらいましたけど、まあ一瞬で20ヤードを伸ばすことができるということですね。というかむしろ小林君の事情から言えば、この激震に当てよう当てようとこの目を意識した結果、全然、振れなかったという結果ですね。むしろ、適当に振っていただく小林君のですね姿の方が、いつも見てる小林君のスイングに近いということだと思いますね。だからもっと振ってってくれればですね、まあ僕で250飛ぶわけですから、当然260、70って、まあ、前回はですね、もうめちゃめちゃぶっ飛んでたじゃないですか、はい、まあ、あんな感じですね、飛ばしていくことはそんなに難しくないということになりますね。なるほど、はい、今回は抑えるコツみたいなのが分かりましたね、はいはい、ありがとうございます、まあ、そうですね、まあ、小林の場合はどんどん振ってくださいということです。あ、はい、分かりました。ちょっとスイングにどんどん取り入れていこうと思います、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、タスクゴルフ今日もですね、ご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われた方はグッドボタンまたはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。